くるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。お待たせ。2週間ぶりかな。1週間超長かった。寂しくて死んじゃうかと思ったよ。今日何食べたいの？俺？何言ってんだよ。ハンバーグ食いに行こうか。待ってね、ナビ合わせるから。俺に会えない間どうしたの？他の男と遊んだりしてない？本当に？嘘ついたら俺の千本飲ますからね。それじゃ罰にならないか。今さ、関わってるプロジェクトがさ、ほんと大変で。もうね、この2週間ほんとにしんどかったけど、でもお前の顔見たら全部吹っ飛んだ。なんて。今日はね、道なりです。俺が一番美味しいと思ってるハンバーグ屋さんに連れてってあげる。ねえ、今日パンツ何色？痛い、冗談じゃん。かわいいな、お前は。ほんと いるよ、いっぱい。嘘だってお前だけだよ。将来さ、こういうとこ住もうな。本当にいいの？畑仕事できる？無理しなくていいって。お前は俺の畑だけ耕してればいいんだよ。今さ、俺の畑さ、マジで雑草だらけだから、とりあえずそれちゃんとね、適正な長さに切ってもらって、でさ、一本大きな松茸が生えてんだよ。それをね、しっかり抜いてもらって、それぐらいかな。仕事ってそれぐらいだよ、俺の畑なんて。だったらできるでしょ。うまいこと言うてからに。
もう着くよ。もうそこ曲がるだけ、すぐ。ほら、もうそこだよ。ついて。何見てんの。なんかついてる？バカ。行くよ。何の動画？いいね、でも。もう、めっちゃキモいんやけど、俺。3件目の道なりです。